ジブラルタル包囲戦はアメリカ独立戦争の期間にジブラルタルのイギリスからのダッシュを目的としてスペインとフランスによって起こされた戦い。ダッシュは不成功に終わり4年近い包囲を耐え抜いたジブラルタルは難攻不落の要塞としてその名を轟かせることになった。1779年6月スペインはイギリスに宣戦線復刻した。フランスはすでに前年に イギリスに戦線していた。フランスとスペインは失った領土をイギリスから取り戻すだけでなくジブラルタルを無力化することも狙っていた。ジブラルタルはイギリスの地中海支配の要であった。1779年7月、フランスとスペインの軍隊はジブラルタルに駐屯するイギリス軍を包囲した。ジョージ・オーガスタス・エリオットの指揮するイギリス軍は3年以上に 渡る砲撃と封鎖に苦しめられた。包囲戦における最大の戦いは1782年9月13日に発生した。兵10万名と48隻の艦船からなるフランススペイン連合軍がイギリス軍に攻撃を仕掛けたが、守備隊はそれに耐え抜いた。この時、スペインはいかだに湿った砂を充填した新兵器浮き放題を考案し、 ジブラルタルに肉薄して正確な砲撃を行うことを、きとしたが、イギリスはこれに、ロデネした砲弾を浴びせて撃退した。1783年2月、ついに包囲は解かれた。ジョージ・オーガスタス・エリオットは、バスクン・シャク氏に劣せられ、ジブラルタルの初代ヒース・フィールド男爵となった。ベルサイユ条約は、それ以前の諸条約の取り決めを追認した。ジブラルタル受け放題の敗北。 1782年9月、ジョン・シングルトン・コプリーが、1781年11月27日朝の、ジブラルタル守備隊の襲撃、ジョン・トランブルが、ザ・グレート・シージ・オブ・ジブラルタル、ザ・キープ・ミルタリー・ミュージアム、2007年8月6日、閲覧、他者による、還元が配り。ケイアン・ハング、25、オカルペヨ、お前の足元に雷鳴がとどろく。 2013年6月24日閲覧。Defeat of the Floating Batteries at Gibraltar.Collage.2007 年7月30日閲覧。The Salty Made by the Garrison of Gibraltar.1789。Acquired Taste Strambule.2007 年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年8月6日閲覧。ありがとうございます。